ブーン、マイです、ジョナニーです、ジョニーね、 YouTube の皆さん、チャオ。ねえ、なんでさ、ちょっとカッコつけるの。なんで日本語を勉強したんですか。ちっちゃい時に、8年間ずっと柔道をやってて、その時からちょっと日本にの文化に興味があって、高校終わって大学行く行かないか迷ってて、言語学がちょっと好きだったんで、勉強してみようと思って、で、そうだから中国語と日本語迷ってて、でも結局なんか柔道の時思い出して、やっぱり日本語の方がかっこいいなと思って、次の質問。あ、じゃあ次もう一個ね、はい、あるの。前が思ってたのが、イタリア人、いや、なんかアメリカってデーティングっていうやつがあるの、知ってた？なんかカップルになる、本当にちゃんとカップルになる前にデーティングっていうのがあって、で、それはなんか本当ただカジュアルな感じ、カジュアルな、だから別に何人いてもいいんだって、何人とデーティングしてもいいんだって。イタリアってそういうのある？いや、イタリアだとまあそういう風にやる人もいるけど、いるんだ。でも結構珍しいと思う。普通付き合ってるんじゃないんだよ、ただなんかちょっといいなって思う子たちが何人かいて、その子たちとちょっとなんか一緒に遊ぶ。いや、それはしないと思う。イタリアであんまりしないと思う。普通の人はもうデートだけでもなんか会う、なんか2人で会う、そう、2人で、やそうそう、でも なんだろう、どういう人か分かるためにデートするでしょ、うん、で、その時も絶対一人だけ。あ、そうなんだ。で、あともう一個は、付き合ってくださいって言わないよね、それ日本だけだ、ね、あ、そうそうそう、付き合ってくださいはあんまり言わないんですよ。もうそれは多分小学校ぐらいしか言わない、しか言わないと思う。え、じゃあその後どうするの、どうやってさ。そうで、その後、まあ人によるけど、でも、例えば、チューしてから付き合ってるって。だからさ、日本って、日本ってもう決まってるの、もう絶対に付き合ってくださいって言うから、その付き合った記念日、結婚した日みたいなさ、じゃあ私たちは何月何日に付き合いましたみたいなのがあるのね。だからそうすると、もう中学生とか高校生とかは毎月、その例えば4月1日から付き合いましたとかだったら、もう5月1日、6月1日とか、そうそうそう、分かるけど、だからそういうのができないってことだよね。 そういうのもたまにあるけど、だって何月何日ってさ、分かんないじゃん。分かんないけど、でも多分デートして、どんどんいろいろデートして、で、どんどん付き合ってるっていうことになるじゃん、でその2人ともその付き合ってるってことになるって分かってたら、あれ、私たちいつ付き合ったっけって言って決める。決めるんだ。そうそう、自分たちで勝手に決めるんだ。そう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 、じゃあ大体あの時ぐらいだね、みたいな。そう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 。あ、じゃあみんなもそこで2人で決めて、そう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 、じゃあ私たちは4月1日に付き合ったねって決める、後から決めるんだ。そう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 、ウケる。そう、その過去にもう何百人彼女がいて、大体いつもそういう感じで。すごいキモい、すごいキモい。やりました。え、じゃあさ、ね、絶対嘘だからみんな信じないで、マジでキモい、マジで。なんとなくさ、こうさ、デートしててさ、あ、付き合うかなってなった時に、あ、この人ちょっと微妙かもってなったら、とてかちょっとなんか微妙な関係の時に、人、なんか自分が、あ、ちょっと微妙かもって思ったら、どうするの？普通にもうそのまま去ってやめるの、ね、それともよくある、それをそのまま去ってもう、あんまり連絡って言わないってこと、言わない、まだ一緒にいないでしょ。だから別れようまでは、なんだろう、真面目な人がちゃんと言うと思うけど、でももうそのまんまだ、そのまま連絡しないとか、メッセージ送らないようにする人もいる。かわいそう。そうなんだ。で、あともう一個思ったのが、ちゃんと付き合ってますよって分かるには、なんか友達の、で、彼氏、例えばね、女の子だったら彼氏の友達の飲み会に彼氏と一緒に行ったら、もう完璧カップルだよね。そうそうそう、もう絶対ある。
まあ、普通にそうだね、あのカップもう付き合ってたら、じゃあ友達のグループに呼ぶ、彼女も。え、じゃあまだ微妙な関係の時はだったら呼ばない、いや呼ばない、呼ばないよね。あ、じゃあもうそこに呼ばれたら、あ、ちょ安心していいんだね。そうそうそう、もうお父さんお母さんに紹介されるみたいな感じ。そうそうそう、やば、受ける。そうすごいね。そうそうそう、そんで友達で初めて来るとするじゃん、うん、彼女が。で友達もこう見て、うん、お前このこいつと付き合ってんだみたいなって思う。そう、で後で何か言われたりするの。そうで、もう例えば彼女を家に連れてって、もう一回友達と遊びに行って、ええー、ってされる。どういうこと。ええー、よしよしみたいな、わかんない。でもやっぱり友達から言われるんだ。そうそうそう、何か言われる。ちょっとあいつ微妙じゃないのみたいなこと言う。いや微妙じゃない。ネガティブなことは言わない。いや言わない、言わない。あ、そうなんだ。言わない、言わない。じゃあ大体良かったねみたいな。そう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 、って感じ。っていう感じのお話でした。髪の毛微妙じゃない、ずっとこの髪の毛でね。だから直せばよかったのに。なんか今言うの。うん、いや、いや分かんない。知ってますけど、こういう風に撮られた方がよかった。よかったね。なんでだからずっとこっち向いてたの。え、こっち向けないでしょ。え、いいじゃない、こうやったらみたいな。よかったじゃん。はい、残念でした。なんか、なんかキモい。メールを、なんかキモい、本当にマジで。はい、はい、じゃあそんなわけで今回、あ、皆さん面白いと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。それでは